助手席リフトアップシート車 A タイプ。助手席リフトアップシート車 A タイプの操作方法を説明します。安全で平坦な場所にエンジンをかけた状態で車両を停止させます。パーキングブレーキをかけ、シフトレバーを P の位置にします。助手席ドアを全開にします。ワイヤレスリモコンの電源スイッチを押し、下降スイッチを押し続けると、回転開始位置までシートがスライドし、外側へ回転、スライドダウンします。着座したら、乗車時の姿勢を安定させるためにアームレストをご使用ください。折りたたみ式フットレストに足を乗せます。ワイヤレスリモコンの電源スイッチを押し、動作表示 LED が赤色点灯中にシート上昇スイッチを押し続け、上昇・回転を行います。前後スライド位置、リクライニング角度を自動記憶し、前回の乗車位置に自動的に停止します。乗車後、足を床に下ろし、フットレストを元に戻します。助手席リフトアップシート車 A タイプ。乗車時の足元イメージをご紹介します。シートスライド時の足元イメージをご紹介します。シート振り出し時の足元イメージをご紹介します。